モトラットスコムービーご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回は、R1200DS の、空冷のボクサーのタイプの GS のちょっとご紹介です。オーナー様、愛様です。ぜひよろしくお願いします。こんなのもするんですか。毎週日曜日にいつも朝にツーリング朝市行ってこう帰ってきて、こういつもバイクが土でドロドロでいらっしゃって、すごく走ってるなというのがいつも印象的な感じで、今回タイヤはミシュランの、あれですね、ラジアルブロック組んでいただいたんですよね。アナーキーワイルドですよね。すいません、ご協力いただいてありがとうございます。ありがとうございます。実際ラジアルのブロックって本当業界初らしいんで、ぜひこう林道とかに行った時のこのブレーキングの感じとかをぜひお話またいただければなというところなんですけど、今もうどれぐらい距離乗ってるんでしたっけ？これ3万5千かな。3万、ちょっと見てもいいですか？本当ですね、3万5千ですね。ほほ、結構乗ってますね。まだちょっと当たりついたあたりですかみたいな。もう何年ぐらい乗ってます？限これ定車ではすもんね。去年車検やって4年目ですね。あ、4年目ですね。はい、4年なんですね。そうですか、そうですか。これが初 BM。2代目です。お、その前は何に乗ってたんでしょ1150の GS。 はい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 、A 様と同じやつのやつですね。 A 様と それより多分古い。ああ、古いやつですね。1150ってのはもうね、結構前ですもんね。で、新車で買った感じなんですよね。これはレイ新モさ車んで時す。代ですよね。その時どうでした？やっぱ乗り換えた時ってやっぱ差を感じました？もう時間経ってるからちょっともううろ覚えになっちゃうと思うんですけど。とにかくこっちが軽いので、あ、軽い。軽いですよ。ほう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 。2、30キロ軽いですよ。ああ、そうですよね。重さで、まあ、エンジンの重さで言ったらそうですもんね。ただ、なんだろう、1150とは全然パワーの出方も違うし、好き嫌いありますけど、そうですね。どっちがいいかっていうと、どっちもいいなと。そうですね。ちなみに今の水冷のボクサーの GS ってどう思います？あんまいけてないですか？とてもいいんだけど。いや、エンジンのだけまるっきり違うじゃないですか。全然違います。ねえ、ご説明しなきゃ正直エンジンの音が違うで終わっちゃうんですけど、こう違うじゃないですか。これやっぱりここが重いですよね。あ、ここが重いのに比べると、あれはやっぱこの辺が重い感じ。ああ、やっぱそうですかね。なんかそれが全然違うと思う。違う乗り物。確かに違いますよね。オフロードでもかなりいってるんですけど、ボディ本当綺麗ですもんね。やっぱり服洗ってるんですかね。この辺は汚れないんですよ、これ。汚れるのはこの辺だけで。いつもすごいですもんね。一回ね、洗浄させてもらった時すあみません。りましたけど、やっぱりこう走ってるなーってのすぐ分かっちゃうんで、で本当言うとね、日曜の朝にこうドロドロの GS が10台ぐらい入ってくるようなお店が一番目指してるんですけど、なかなかこう正直言うとうまくいってないというか、労働ユーザーが多いので、やっぱりタイヤがこうブロックパターンのタイヤを履くっていうのが、なかなか皆さん決断ができてない方が多いんですよね。1回履くと分かるんですけどね、なかなかそこがね、やっぱ一線をもうちょっと超えちゃってる感じでいいですよね。私はもともとお風呂でやってましたので、気持ちが非常に分かるんで、オフロードに対しては皆さん一人でも多く伝えたいところなんですけどね、なかなかね、ちょっと難しいと思うんですけど。自分もつい砂利道行っちゃう方なんだけど。これじゃないとブレーキングがとても怖いので。そうですよね。そうそう、ですよね。加速より減速です。ちなみに燃費ってどれぐらい出てます？皆さんちょっとお聞きしてるんですけど、どうです？20弱だと思いあ、やっぱり20弱なんですね。いや、水冷のボクサーで大体20以上出るって方が多いんですけど、たまに15ぐらいって方もいるんですよ。そこまでですか。そうなんです。ちょっとそれはよく聞いてみたいところなんですけど、大体20出てるんでね。18はくだらないね、と思いそうですまよすね。よ。お疲れ様です。まだ。ちょっと今用意しますね。バイク歴どれぐらいなんでしたっけ？
もう30年ぐらい。私今30年ぐらいなんですよ、ちょっと35年ぐらいさ。ああ、ね、もうね、先輩ですもんね、ちょっとね。そうですよね、30年乗るとやっぱりいろいろと言うことに重みがありますもんね、何気なこともね。うん、いや、これ見てる人たちって結構、既存で乗ってる方もいると思うんですけど、はい、新しく買おうとしてる人も結構見てるんですけど、どの情報が正しいかどうかってみんな結構右往左往してる方多いんですよね。なんで、意外とありそうでないこうお客様の声って非常に大事な話なもんですからっていう感じですね、うん、ちなみに今後は乗り続ける予定ですか、それとも何かしら増車の予定ですか。あえて聞くと増車は無理ですよ。多分乗り続けてます。少なくとも部品がありますから、あとね10年は硬いですよね、はい、少なくともね。そうですか、そうですか。お店がやっぱりこう反映するになったら、やっぱりこう増車をしていただくと非常に嬉しいんですけど、なかなかお店が続けば乗ります、はい、そうですね、そうですね。ぜひ頑張らさせてもらいますので、今日はありがとうございました。ということで、今回 R1200GS の空冷の限定車のご紹介でした。よろしくお願いします。